皆さんこんにちは。ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はオフィスや教室で使っていただける座布団カバーを簡単に作っていきたいと思います。材料からです。こちらが30cm×30cm、厚みが4センチのウレタンクッションで、あとカバーに使う布で、今日は、座布団カバーにつけるゴムもカバーで可愛く作っていきたいと思います。でゴムのカバーにする生地、同じとも布でも結構です。でゴムの方が可愛く仕上げるために細ゴムを使います。布の大きさです。座布団カバーの方が幅が38センチ、縦が84センチで、こちらの、座布団カバーのゴムに使う布の方が幅が8センチ、長さが45センチ、細ゴムの方が33センチ、2本で準備してます。まず座布団のゴムから作っていきます。こちらを中表で半分に折ります。ミシンで端を縫います。で5ミリ幅ぐらいで縫っていきます。で、こちらを表に返します。表に返すときは、入り口を少し中に折り込んで、で、紐通しをこのように入れて、今折り込んだこの端を糸通しで挟んで、こちらをギュッと留めます。今折り込んだこの布を挟みます。中で今折り込んだ端を紐通しでつまんでます。でこのように少しずつ引っ張り出してきます。このように中から布を引っ張ってきます。するとこんな風に細い布も裏返しやすいです。で、そして表に返したこちらをちょうど真ん中で1本縫っておきます。細いゴムを2本通すので真ん中で縫っておきます。
してここにゴムを通していきます。紐通しを使ってゴムを通します。反対側はクリップをつけておきます。こちらも抜けないようにクリップで留めておきます。でもう一本通します。同じようにクリップをつけてもう一本通していきます。とこんな感じで可愛いゴムが出来上がりました。両端のゴムを縫い止めておきます。こんな感じでゴムがまず仕上がりました。面倒な方は幅広のゴムをそのまま使っていただいても構いません。こちらは置いておきます。布幅の取り方の説明をしておきます。今回こちらの30センチのクッションを使います。1センチ余裕を持って31センチ足す座布団の厚みの4センチ足す縫い代分 1.5 センチずつで足す3センチで合計38センチの横幅になってます。縦幅の方がこちらも31センチ足す31センチでクッションの厚み4センチと4センチで足す8センチで両端の縫い代分2センチずつで足す4センチで74センチであとファスナーをつけませんので布を重ねます。この重ね幅が10センチで合計縦が84センチとなります。概要欄の方にも計算の仕方を記載しておきます。座布団カバーの両端を1センチ幅で1回、2回、三つ折りにして端の処理をします。でミシンで縫っていきます。
前両端の処理ができました。次に10センチの重なりでこのように折ります。表を外にこのように折ります。上を29センチで折りたたみます。で、こちらを9センチ幅で重ねます。両サイドを待ち針で留めてます。5ミリ幅で両サイドをまず縫っていきます。今5ミリ幅で両サイドを縫いました。で、こちらを裏返しにします。裏返しにして、今この端を5ミリ幅で縫ったんですけど、そちらの布端をもう一度こちら側から1センチ幅で縫って、布端を袋縫いで処理します。こちらが表から5ミリ幅で縫った布端になります。こちらを裏返して1センチ幅でここを縫うことによって、この切り端がこの中に縫い込まれて隠れます。袋縫いの状態です。で、1センチ幅で両端を縫っていきます。これでこの間に5ミリで縫った布端が包み込まれて縫えたことになります。これで表に返した時に布端がきれいに中に包み込まれて、布端のほつれが処理できてます。次にまちを縫っていきます。次にまちの縫い方です。まず下の方の角から、こんな風に三角に折って
こを4センチの長さで縫います。ここを4センチの長さで縫っていきます。これで下の方のまちが縫えました。で、こちらの上部分も同じようにまちを作ります。4センチでラインを引いておきます。で、この時にこちら上部分はこの三角の部分に最初に作っておいたゴムを挟み込みます。こちらをここに入れ込んで、で一緒に縫います。少し端をカットしておきます。中にゴムの端をここに入れ込んでおきます。こうです。ここにゴムの端を挟んでます。で、一緒に縫います。ねじらないように気をつけて挟み込んでください。ゴムの端をここに挟んでます。で、一緒に縫っていきます。何度か返し縫いで強化しておきます。こちらも同じようにゴムの端を挟み込んで縫っておきます。はい、では表に返します。このようにうまく角に挟まって一緒に縫えてます。これでカバーの出来上がりです。クッションを入れてみたいと思います。クッションを入れていきます。
ぴったり収まりました。こんな感じでシャーリングの可愛いゴムもつきました。このようにすっきりと収まります。はい、これで簡単座布団カバーの仕上がりです。本日も最後までご視聴ありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた。